鈴木真一は、日本のアニメーション作家、監督、漫画家。長崎県長崎市出身。日本アニメーション協会会員。アニメ制作グループ、GQ プラス1のメンバー。杉並アニメーションミュージアム名誉館長。藤子藤雄の漫画のキャラクター、小池さんのモデルとなった人物。お化けの九太郎のキャラクター、新ちゃんについても、友人から名前を借りたと、 藤子作品で紹介されている。なお、小池さん、同様、鈴木本人もラーメン好きであるが、僕よりも、藤本くんの方がラーメン好きだったと語っている。自画像にも、小池さんを用いているが、目つきが異なる。中学校時代より、雑誌、漫画少年に漫画を投稿する。百五十三年の中学卒業後、漫画家の中村いすを頼りに上京し、下宿しながら、 会社員として勤めた。豊島区の時はそうに引っ越してからはデザイン会社に勤めながら細々と漫画を描いたりしていた。その時期の森安直屋との奇妙な同居生活が有名。1956年漫画家の横山隆一率いるおとぎプロにアニメーターとして入社。おとぎプロ大社後は藤子不二石森翔太郎、角田二郎。 赤塚藤浦とスタジオゼロを設立。テレビアニメ制作を中心に活動した。ちなみに原案を手掛けた、レインボー戦隊ロビンの漫画版の名義である、風田明は、鈴木の漫画投稿時代のペンネームである。また漫画家仲間から愛称として、風ちゃんと呼ばれている。初期スタジオゼロは1971年に、事実上解散したが、その後も、 鈴木の個人事務所として登記場の法人格と名前のみが残っている。解散後はコマーシャルや番組タイトルバックなどの制作を数多く手掛ける。1976年、カナダ国際アニメーションフェスティバルに作品が入選する。現在も数々のアニメ作品に精力的に関わり、近年ではユネスコアジア文化センターの敷字教育、環境問題アニメ、 ミナの村シリーズの演出を手掛けるなど、世界的にも著名なアニメーターである。また、東京アニメーター学院の特別講師も務めるなど、新人育成の場でも活躍している。アニメーターとして、頭角を表してからは、漫画作品の発表はほとんど行ってないが、多忙となった、藤子藤代の代わりに、ドラえもんなどを代筆した経験がある。NHK 教育。 プチプチアニメシリーズのチックンタックでは初めてクレーアニメに挑戦。手慣れたセルアニメと違い出来上がりに予測がつかないクレーアニメには新鮮味があるといいアニメーションに対する意欲の健在ぶりを見せている。2007年9月10日のテレビ朝日の番組大胆マップ2009年7月1日のしるしるミシルでも紹介された。なお同業で マジックバス所属の鈴木真一は同姓同名の別人である。出典ありがとうございます。